たうちと響きのぶっ飛ばすにスペシャル。みなさんこんにちは、知る人ぞ知る一般人、どうもうちです。そのうちんことタバコだけ、山崎響きです。ダメセクシーさをね、そうもう大人の女性だから、ね、そうだよ、断蜜感。断蜜、前回何やったの。前回はなんかチャレンジみたいな。あ、そうだ、チャレンジ企画みたいなのをいっぱいやって、2人で協力したよね。そう、2人で協力、今日もね、割と2人で協力したりしなかったりするゲーム、したりしなかったね。そうぶっ飛ばすにスペシャル、おなじみのカードゲーム。お、今日は4つのカードゲームをやっていきたいと思います。はい、なんか全部かわいいね。そう、全部かわいい。2人でじゃあ今日はわちゃわちゃしながらゲームするってけどね。ということで今日もゆるゆるで頑張っていきたいと思います。はい、レッツゴー。はい、第1回目は糸だよ。オッケー、簡単に説明していい。とりあえず私たちはライフを3つ持って、そう、今ライフが3個あるから、うん、1回目、うん、1枚ずつ配られる、うん、でね、お題カードをパッて、なこれ見たら建物の人気か、うん、住みたい国や場所の人気、うん、で数字確認したら大体このぐらいの、うん、じゃあ施設とか建物の人気差加減のやつを言うの、うん、数字は言っちゃダメで、小さい順に並べる。なるほどね、そう、分かった。それが失敗したらライフがこうやって減っちゃいます。あー、オッケーオッケーオッケー。そうで、成功したらライフは残ったまま。分かった。で、2回目は2枚、3回目は3枚だから、うん、ライフがあるうちに3枚のやつを全部成功させたらゲームクリア。なるほどね、っていうゲームで、じゃあちょっとやりながらね、簡単に進めていきましょう。はい、じゃあ行くぜ。 OK、 まず配ります。はい、1枚ずつから。はい、じゃあお題出すよ。はい、あ、こっちの方が。ボードゲームの人気、はあ、ボードゲームの重さ。じゃあ気を取りました。お題を、はい、お題からいきます。あー、いいんじゃないこれ。歴史上の人物の強さか、なりたい歴史上の人物。うわ、これ価値観の違い超出る。ちょっと待って、強さわかんなくね。え、だってさ、天下取ったとかさ、取ってないとかさ、あるじゃん。そういう強さ、アームじゃなくて。え、あー、とりあえず数字見てみようか。見てみよう。ちょっと、あ、やばい、いや、わかんないよ。ちょっと待って。え、どうしよう。どっちがいいかな。どっちの方がいい。え、なりたい強さ。待って待って、え、どっちの方がいい。強さかな。わかった、うん、誰うんとね、うん、豊臣秀吉。え、結構強くない。いや、間違えた。秀吉天下取ってる。間違えた。勝海舟。勝海舟ってどういう人だったっけ。なんか龍馬の師匠みたいな感じなかった。私わかんない、勝海舟って名前しか知らない。私もわかんない、仁で出てきたけど、仁仁だから基本歴史は。私も、わかんない、勝海舟めっちゃ、うん、めっちゃ勝海舟。私キングダムで話していい。うん、いいよ。キングダムわかる。王騎しかわかんない。めっちゃ強いじゃん。キングダムで言うと誰。実写版の方見たんだっけ。見た。じゃあ火陵天。誰、どんなやつ。変な着ぐるみ着てる、鳥の着ぐるみ着てる、あの橋本環奈。橋本環奈。分かった分かった。火陵天ぐらいの強さ。 OKOKOK、okay. okay, okay, 分かった。勝海舟の方が強い。絶対強いと思う。絶対これ合ってると思う。いけると思う。いける、絶対これは。弱い強いでいいですか、うん、はい、絶対大丈夫。いける、うん、私火陵天だから、ね、うん、私勝海舟、うん、いきます。オープン。あだと思う。これめっちゃ勝海舟じゃない？わかんないよ。別にこれは本当に坂本龍馬ぐらいでもよかったね。坂本龍馬はもっと上でしょう。そっか。かんない。成功じゃん。1はライフ残ったまんま。お、いいじゃん。何？スポーツの人気かテレビ番組の人気。スポーツの方がいいな。いいかな。ちょっと見てみよう。一回見る。おお。あ、え。どっちの方がいいかな。いやテレビ番組だってさ、ドラマも含むって書いてあるよ。だっていや、どっちだろうな。でもテレビ番組じゃね。いや、どうだろう。うん、テレビ番組かな。分かった。いや、私分かんねえな、これ。だってみんなが好きなテレビ番組って何。いや、私上の方は1個は、うん、クレヨンしんちゃん。え、
クレヨンしんちゃんってみんな好きじゃないの？好きだね。わかんない。待って、それむずい。ちょっと待って、私上トンネルズかな。皆さんのおかげでした、うん、おだからしんちゃんとどうだろうなって感じ。クレヨンしんちゃんの方が人気じゃない？皆さんのおかげでしたでしょ、うん、子供見ないもんね。いや待って、そうなるとちょっと待って、じゃあ目覚ましテレビかな。マジ目覚ましテレビか、うん、めっちゃみんな見るじゃん。めっちゃむずいんだけど、ちょっと待って、これ多分同じぐらいかもしれない。これ大事だな、ライフ絶対なくしたくないよね、うん、もうちょいなんかもう一回やんないといけなくなっちゃう。ヒントないかな。テレビ番組か。6つ下の方から攻めるじゃん。そうだね、そうだね、下から。下はね、鑑定団かな。鑑定団、マジ？ちょっと待って見てたよ私、日曜日のさ午後。いやでも、いやもう、うん、違うな、違うわ。私わかんない、スッキリぐらい。いやわかんない、スッキリめっちゃ見るんだけど私、どうしよう。待って、どっちも同じかもしんない。マジで、うん、上も下も。うわむずい。待って、あ、いや、キューピー3分クッキングだな、下は。じゃあ私の方が上だ、それ下、うんうん、スッキリよりも、うん、じゃあここにして、私で、これだ、うん、上よ、上上上は問題は上なの。トンネルズだと思う。クレヨンしんちゃんより。いやしんちゃんかな、しんちゃんかも、しんちゃんの気がする。マジ、うん、こうだと思う。こう、うん、いい。しんちゃんの、しんちゃんってみんな好きじゃん。みんな好き、結構もうほぼほぼみんな好きだよね。いや分かんない、ここ逆かな、うん、すいません、ほぼほぼっていう、大体みんな見たことあるよねぐらいの感じ、私は。じゃあ私の認識では。じゃあ待って、もちょっとそこら辺もうちょっと詳しく、みんな好きだけど、うん、あ、違う違う、みんな、なんていうの、みんな大好きっていうんじゃなくて。あ、じゃあこうだ。でもさ、トンネル皆さんのおかげでさ、私別に好きじゃないよ。え、じゃあめちゃイケ好き。じゃあこれでいこう自分の好きが好きわかった多分、うん、こうな気がする。わかった。キューピー、キューピー3分クッキング、スッキリ日曜日、クレヨンしんちゃ ん, ちゃんめちゃイケ、めちゃイケ、うん、じゃあ、うん、あ、3分クッキング、3分クッキング。次スッキリだよ。おお、すごい、めっちゃうまい、上手。一気にいくか、うん、せーの、うわいやこれはすごい、ね、よかった、最後チェンジしてよかった。いや、うん、これはすごい、これはすごい、いや、これはすごい、やっぱ同じぐらいだったね。同じぐらい、こんな奇跡ある、すごい、怖これ最終回だったわ。最終回だったね、これ最終回だった、これえ、これはすごい、ライフなくさず。いける、そう、全クリ全クリ全クリ、いける、いける、カードなくすまで。やべえ、これ見てみましょう。じゃん、だん、親になってほしいキャラ、欲しい特殊能力。あ、欲しい特殊能力、面白いじゃん。3つもある、あるか、でも、うん、うんうん、あるね、あるね、見よう、見てみよう。ルーはめちゃ激ムズなんですけど、クソムズ、どうする。いや、なにこの刻ん、こんな刻んで考えたことないんだけど。わかるわ。よし、じゃあブランカから開け、OK、次ダルシム、太陽系、おいやめちゃうぐらい、ベジータの雰囲気。あ、そうだ、全然違 う, 全然違う、ヤムチャの方が強いな。うわー、うん、池間で遭難した時に持っていたいものか、地球観光に来た宇宙人にあげたいお土産。おー、とりあえず数字見よっか、じゃ、うん、はぁ、ね、はぁなんだけど、何これ、何これ、何やってくれてんねん。ちょっと待って、いや、これお題超大事だわ。どっちがいい？雪山かも。マジ？うん、なんか下だと価値観でずれそうな気がする。あ、まあ確かにね、そうだね、これはだってもう雪山っていう、いいお題があるから、その、それだね、うん、雪山で行こうじゃん。オッケー。私一番上は、うん、一番上、電気ケトル。まあ電気通ってないからどうしようもないけど。でも分かる、だからそういうの難しいこと抜きにしてで、うん、でもそのなんか電気通ってないからとかそういうのはなしで、もう全部使えるっていう体でいこう。ってなったら iPhone。
ガチ？あ、うん、もう絶対一番上じゃん、うん、それはやばい。多分めっちゃわかりやすい。ほんと？私電気ケトル、うん、ここやべえのよ。一番いらないやつは、うん、つけばなのメガネ。絶対いらないわ。パーティーメガネ、それやばい、うん、私それより全然欲しい。多分もう北海道と毛布。お、じゃあもうこれ、ここだ。あのね、これは声変わりスプレー。絶対いらない。これ毛布と北海道。うわ、もう絶対これ合ってる。もう絶対合ってる、絶対合ってる、絶対合ってるよこれ。やばい。じゃあなんだっけ、鼻眼鏡、ね、声変わりスプレー、北海道、毛布、電気ケトル、iPhone。うん、OK。もう絶対合ってる。超早いんだけど。今日いくよ。パーティーメガネ。これやばい。やばい。本当に1出てきた。いらない、マジ1だよ。ね、やば。からの、なんだっけ、声変わりスプレー。声変わりスプレー。あ、これやばい。うん、で、北海道。北海道。北海道、毛布、刻んできてんの。おで、これが電気ケトル。電気ケトル。からの iPhone。わあ、これはいい。すごい。1と100出たのよ。やばくない？これはすごい。わかりやすい。なんか知らないけど、私一人で刻んできててさ、すごい。クリアじゃん。ミッションクリア。イエーイ。これはやばい。すげえ。いやマジでその2枚の時の成功が本当に素晴らしかった。本当だよね。ということで第1回戦は中なんだっけ？終了じゃない、成功成功成功、ミッションコンプリート、イエーイ。第2回ダブル、かわいいよね、マジ。そう、めっちゃかわいい。っぽい、こうやって中に、なんていうの、めんこみたいなのが入ってるんですけど、はい、ルールは簡単、うん、お題をこうやってやって、うん、せーので見て、うん、かぶってるやつを、うん、マジかぶってるやつないんだけど、ない、私も。あ、タクシーっていう風にこうやって取ってって、どんどん上書きされていく感じ。なるほどね。で、私は次その取ったら、うん、取ったカードの中から被ってるやつを見つけないといけない。なるほど。ああ、そういうことね。だから怒りみたいな。で、最終的に枚数多く持ってた方が勝ち。はい。では、はい、ドブル始めていきます。はい。せーの。あ、あ、ネバネバ。ネバネバ？あ、言ったから、じゃあこうして。やった。うん、え、もう始まってんだ。帽子、太陽みたいな電気のやつ。しずくしずく、お、すげえ。フェント星、お、はや、コスモス、あ、すげえ、全然ない。鳥、え、ないないない、私の方ないよ。え、フェント星、あ、フェント星好きだな。え、あ、変な小人、あ、いた。え、マジでいない。え、どうしよう。ドクロ、え、早い早い。え、マジでいない。クモの巣、おぉ、これやば。ポン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 、マジいないんだけど。いないよ。え、いないよ。あー、なんか変な、変な射的、射的。え、私いる、これ。どこにいんの、何もいなくない。え、ウッチーのいないくない。え、いないじゃん。え、マジでいないよ、これは。え、いないじゃん。え、いないじゃん。ほんとだ。めっちゃ切れてる。やっ、2人ともさ、いないんだけどさ。あ、手のひら、つき、き、恐竜、テントウムシ、あ、爆弾、あ、爆弾、イルカ、クマ、なんか、俺、まんじ、まんじじゃない、なんていうの、まじまんじ、ドクロ、人参、人参じゃん、人参だ。なんで私の方見てる。ウイルス、天球、き、うま、毒、ビックルマーク。いや、これむず。あ、怒り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 、信じ、怒り、怒り。私の方じゃないもん。これ響きちゃん勝ちだよ、絶対。珍しく。じゃーん、てってーん。私の負け。珍しく勝っちゃった。だって、めっちゃむずい。そう、そこ勝っちゃった。めちゃくちゃむずい。ということで、はい、第2回戦ドブルは響きちゃんの勝ち。珍しく。まず9枚、うん、2、で、9枚並べたら、この9枚の中から3つ同じ図柄があるカードを探す。うまっ！って言ったら取って、うん、また3枚こうやって並べる。なるほど。で、揃えていく。OK。
そして、うん、最終的に9枚こうやって揃わなくなって、うん、カードが8枚とか7枚とかになっちゃったら、うん、この時点で終了になります。なるほどね。9枚以下になったら終了。 OK で多く取った方が勝ち。いけそういけそう。てん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 。よし行きます。はい、よーしスタート。人参。あマジ。1,2,3。唇。お早っ。1,2,3。ええ亀。あ亀。鳥。は早っ。間違い探しだね。うん、クローバー。お。マンジ。マンジマンジ。これなんて言うんだっけ。ドリームキャッチャー。ドクロ。チーズ。お。雷。おお早い。ハサミ。お早い。リンゴ。まだ、あ、ほんとだ、まだ並べてる最中だったのに。ごめん、ひどいよ、それは。これ作るあれだね。音符。お、あった。あった。タクシー。お、好き。あ、よ、サングラス。サングラス。そう、私たちのマーク。何それ。あ、くれ、うちらの名札ね。幼稚園名札みたいなやつ。ほんとだ、あら、うん、もう終わるやん。あ、ミルク。ミルク。ミルク。メルク。あ、終わりじゃね。もうこの中にはない。ワンチャンある。クローバー。あ、マジ。あ、あんじゃん。終わりじゃん。終わり。また負けたわ。これ勝ち。本当。絶対負けたもん。あ、本当だ。また負けた。今日調子 A で。今日調子悪い。これ集中力ゲームダメだ。シャキッとしてるじゃん、頭。もうやめよ。おい。やめよ、すぎ。おい。ということで、はい、ドブルはひぶきちゃんの勝利でした。イエーイ。この番組を面白いと思ってくれた方は高評価、チャンネル登録お願いします。番組公式 Twitter で撮影の裏側をツイートしているのでチェックしてください。わあわあ